谷翔平。291-20本50点オプス。955、まだオールスター前。すべて見栄えのいい切りに乗ったね。誰も文句言えなくなっちゃった。3割目前か。何本ペースなん ?40 後半はいけそうなんか。オプス。956やろ。日本だったら今頃45打ってるレベル。ペースは50超えてるでしょ。スーパー大谷さん降臨か。致命的な弱点が。どういうことやねん。いわきかな。誘ってんのか。真ん中打てなくてアウトローが一番打てるとかおかしくなっちゃう。真ん中にボール来たら力んでるやろね。今年は今のところどうせ真ん中はそのうち打つやろ。普通に落ち合いかな。藤浪と相性良さそう。大谷のこういうユーモア好き。勝てた投球は打たない選手大谷。試合見てるとよくわかるけど真ん中来ると見逃すかファールなんよね。なんでその抜けたクソボール見逃すねんってなる。ストライクゾーンの隅に全集中しすぎて逆に反応できないんかな。みんなど真ん中投げればええやん。ど真ん中苦手な人って本当にいるんだ。大谷で学ぶドーナツ化現象。エンゼルスの投手陣と対戦させてみよう。大谷にも穴があるんやね。高評価とチャンネル登録でやる気が上がります。ぜひよろしくお願いします。こんな動画が見たい、リクエストも気軽にコメントください。